鶴ヶ田尻福井県道209号五畑新補定車乗船は福井県鶴ヶ市内を通る一般県道である。鶴ヶ市北東部の鶴ヶ谷に面する東浦地区にあった東浦十河浦の一つ、五畑と同じく鶴ヶ市北東部の二級河川省の川の支流である木の目川の流域にある東郷地区の集落の一つ、川嘘川地にあった北陸本線新保駅とを結ぶ。 東京同盟は、この五葉と新牧駅に由来するが、新牧駅は1962年6月10日に、北陸トンネル開通に伴って廃線となった北陸本線の急線区間内に存在した。日本に、いくつか存在する、停車場のない停車場線の一つである。起点からすぐ、五葉集落内を縦貫する。集落内は、小型車両一台が、 かろうじて通れる程度の境外道路であり、集落内にある寺院前の広みを除いて自動車の行き違いは不能である。集落末端部からは舗装路が途切れてダートとなっており、この路面状態は宇つろぎ峠まで続く。宇つろぎ峠の前後は車両交通不能区間となっている。宇つろぎ峠から終点までは舗装された大胸両側に車線の区間である。 田尻市内においては、集落の北東部をバイパスして、国道476号との交点に至っている。国道476号との交点には、五幡方面へは通り抜けられない旨の看板が建てられており、交点脇の案内標識に表示されている、東剣道の目標地は、田尻となっている。歩道は全く設置されていない。宇つ木峠。五畑側から、田尻側を望む。 ありがとうございます。